気象の場合はデータ量も膨大ですから、気象学の進展はですね、やっぱりコンピューターとともにあるっていう部分があります。計算で未来が分かるっていうのが、すごく素敵だな。天気予報だともう生の生活で体感できますよね。こんにちは。ようこそ医学部にお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、特別に、野外で観測するのと全く同じような、測器を用意して今動いています。これは雪を測る測器になっていて、小さい雪、大きい雪、あられといろいろあるんですけど、それを区別して撮影する測器になります。どんな感じかのイメージだけ、こっから雪がこう降ってくるんですよ、それで下にわらわらと落ちますよね。で、この、ハウスの中でこっち側にカメラがあって、でこのカメラが今落ちてきた粒子を撮影しています。で雪の大きさとか測ってるんですか。雪の大きさとそれから落ちてくるスピードを測ってると。外では太陽光、太陽光パネルか、もしくは外部電源を入れて、それでずっと常時動かしているということです。そうですか。あとちょっとこう手作り感があるのが。そうなんです。これは、実は全部で多分10万円かかってないです。でカメラが5万円で、それがもうほとんどの値段を占めてて、札幌、苫小牧、旭川、北見、帯広、あとこの、元学生なんで、今新潟にある新規総研に就職したので、新潟でも2カ所ということで観測しています。そうですか。そしてこれがもうね、スタンダードになって、スタンダードになっていくと私は信じてます。いっぱいあるのはハードディスクです。でうちの研究室で 1.5 ペタバイトぐらい、1500テラバイトですかね。もう全然わからないですね。テラバイト、1500兆バイトですね。1500兆バイト、はい。まだなお増設の予定があって、多分将来的に2ペタバイトぐらいまでいくんじゃないかと思います。でご存知のように気象データってめちゃくちゃでかいので、とにかくディスクたくさん置かなきゃいけないんですよ。でこのデータになってるのは観測値だったり、計算値だったり、そうです、その通りです。温暖化シミュレーションですとか、あともっと細かい、改造のシミュレーションとかですね、いろいろやってるもんですから、それを全部置かなくちゃいけないんですね。で計算するサーバーも最高速に近いぐらいのものを入れて、データ処理して、メモリもなるべく積んでやるっていう感じです。私こういうのを見るたびにリチャードソンの夢ってエピソードがすごく好きで、彼がこの時代に来てたらね。そうですね、リチャードソンがああいうふうに言ってくれたおかげで、その後チャーニーとかが頑張って気象予報を実現したっていうのはありますからね。実は観測データここにある札幌、旭川、北見、帯広、苫小牧、十日町、新潟、新穂高っていうのがあって、で旭川の初雪って11月4でしたよね、多分これ4時から5時の間です。この点が、こっち側が、雪の大きさ、直径で、こっち側が落下速度、そうするとこの点に、データがありますよっていうことなんですね。で多分ちょっと早いんですよね、3メートル毎秒ってちょっと早いんで、ひょっとしたらみぞれみたいな感じになったんじゃないかなって思います。うちの研究室で10月の頭ぐらいにやってるんですけど、書いておいてください。私は気象予報士を取ったのが2000年で、で、今22年間で、全国各地、いろんなところで天気予報のコーナーを担当してたんですが、2005年から北海道来まして、で来た時は NHK で朝で、そして今はフジテレビ系列 の北海道文化放送のミンテレという番組で夕方天気予報を伝えるという仕事をしています。気象にはいつ頃興味を持たれたかっていう、やっぱり計算でやっぱピタッと回答通りで、それを証明してその通りになる、なんかこうすごく快感があったんですよね。なので中学ぐらいの時からなんとなくこう数学には興味があって、でもその時ってまだ気象予報士っていう
仕事はなかったんですよね、うん、天気予報を見ても気象庁の方が解析するっていう時だったんですけど、うん、でそこで数学に入りまして、でこう紙と鉛筆の世界でこう近い将来予測してボールをどこに投げたら何秒後にどこに着地する、うんうん、こういうのがすごく好きだったんですよね。で天気予報もこれが天気予報だともう生の生活で体感できますよね、うん、どこで何ミリぐらい雨が降るっていう、でそこでやったら気持ちいいだろうなっていう、こう、まあ、ぼやんと、うん、まあ、大学卒業して、まあ、気象予報士制度っていうのがあって、これかと、計算で未来が分かるっていうのが、ね、うん、いやすごく素敵だな、まあ、逆を言えば数学の世界ってすごくピチッ気持ちよくなるんですけど、気象学の世界ってこう、まあ、予報が外れた時ですね、まあ、ピチッとならないですよねそこがね悔しいなって思う時はありますけどね、うん、もう雪質が数値化でデータ化できるっていう、はい、雪自体がこう降ってくる時に、その半径と落下速度っていうグラフで、この辺だとこのぐらいの雪だっていうのは分かってはいるんですよね、うん、もう北大で長らく研究されてた研究成果がいっぱい蓄積があって、ですけれども最新のカメラを使って、ああいうふうに降ってくる様子を24時間常時、しかも安価な速記で全土各地に置けるっていうのは今だからこそできていて、でそういう速記が標準化できれば全土各地の例えばふわふわの雪が降るでしょうとかですね、そういったようなこと、あるいはもうちょっと進むとですね、立夏とかですね、その雪の結晶の形までですね予報の中に入れられるんじゃないかっていうことで、それもまた別途研究を進めているところであります。そういったこう雪予報って今後やっぱこう精度って、その先生の研究ってやっぱりかなり期待というか、私は期待をしてるんですけど、観測的研究とシミュレーションによる研究と、いくつか分類があると思うんですけれども、いずれにしても天気予報を当てるためにはまずは観測をしなければいけないというのがあって、で私たちの研究室でやっているものは地上の観測ですけれども、それ以外に人工衛星ですとかレーダーですとか、そういうものを高精度化していくことで予報、少なくとも直近の予報はですね精度が高くなっていくというふうには期待できます。でもう一つ先の、1日以上先になってくると、今度は低気圧がどういうふうに、動いていくかとか、前線がどういうふうに発達するかとかっていうことも大事になってきますので、そこはまた別の、研究が必要だということになりそうだという感じですね。気象の業界は研究と現業が分離されていて、直近の予報ですとか、そういったものは基本的には気象庁がやる仕事ということになって、我々はそれに対しては口を出さないっていう形です。で、ただもちろんその予報の精度を高めるための基礎的な研究は大学とか研究所とかがやるっていう形をとっております。そうするとこう先生の研究っていうのがなんかいい感じで、ね、はい、橋渡しできるようなということは、発信側とか ね、そういった課題なのかもしれませんが、これほど科学の成果を社会に対して発信する学問というのは多分他にはないんじゃないかと思います。これほど多くの発信者がいて、でそれは我々業界にとっては非常にありがたいことで、ですから天気予報をぼんやり見ているだけでも、その陰に研究者がいるまでは分からないと思いますが、そうであったとしても毎日これだけコーナーを設けて発信していただけるのは私たちの立場としては非常にありがたいというところで、研究もそうですけど、教育にも携わっていらっしゃいますよね、今後こう期待されることってありますか？今の高校生もそうですけれど。そうですよね、それはすごく大事なことだと思ってまして、研究の現場にやっぱり若い人が入ってきてもらえるっていうのは、私としては個人的にはとても嬉しいことです。ただそれ以外に社会にこう出てその専門性を生かして働いてもらうっていうことも大事なこと で、我々多分気象というところでは共通していると思うんですけれども、メディアを通じて発信される菅井さんと私のように研究のところにいて新しいプロダクトを創出していく側と、これ職業としては多様だと思うんですよね。ですから高校生の方からすると、なかなか見える世界とかは現時点ではそれほど広くなくても、何かに興味を持って自分の
特性を生かしてですね、もしくは技術を磨いて、それぞれの立場に合うですね、職業を選択できるようになればいいかなというふうには思ってます。できるだけ今長生きしたいなと思うんですよ。それは結構ですねなんか面白い時代に生きてるなと、はい、気象のこの発展のペースって何ですかね、加速度的に発展しているような気がして、今の学生さんってすごいコンピューターを扱われて、もうそこからのスタートになり得るっていうので、もう私はそこの長生きをして、この技術の発展っていうのをどんな時代になるのか見届けたいななんて思うんですけど ね、 そうですね。いや、それは誠に面白い話で、気象学の、進展はですね、やっぱりコンピューターとともにあるっていう部分があります。でもう一つは人工衛星ですね。人工衛星が飛んで世界中を昼夜関係なく観測できるようになったということが多分大きくて、でそれと同時に理論的な整備もほぼ同時期に行われているので、これからはコンピューターはもう少しですね、違う形で発展する可能性があって、でうまくいくかどうかわからないですけども、量子コンピューティングだとかですね、話を聞いたことあると思いますが、そういうさらにですね、高性能なものが違うアーキテクチャの中で出てくると、そうすると気象学もこれまでと同じようにはできないかもしれないけど、さらに一段飛躍する形で、予報ができるようになったりとかですね、あるいはデータ処理できるようになったりとかっていう可能性はあるかなと思って、やっぱ長生きして見なくちゃいけないなって思います。